爬虫類のメンテをしながら聞く動画、メンテのお供。ティス、ブラケです。いや、第2回メンテのお供やっていきたいと思います。いや、初めての試みで、まあ、聞く動画ということでね、メンテのお供というコーナーを、まあ、始めてみたんですけど、まあ、いろいろとね反響がありまして、まあ、グッドボタンもね少ないけどぼちぼち。あとあれですね、あのグッドボタンを押そうと思ったけど間違ってバッドボタンを押してしまった人が少し。あれ何なんですかね、スマホを逆さまに持ってるからグッドボタンに見えちゃったのかな、バッドボタンが。それでバッドボタン押しちゃってね、バッドボタンついちゃったりとかねしてるんだと思うんですけど、まあね、グッドボタンね何人かつけてくれた人がいたので、まあ、1人でもいればと思ってたので、まあね、少しついたということは、まあ、その人たちは少しはね、少しは聞いてくれるつもりがあるんじゃないかということで、ね、第2回やっていこうと思います。まあ、コメントもね、ぼちぼちいただきまして、メンテのお供っていうんだったらね、1時間は最低やれと、とかいう無茶ぶりがね、あったりとか、中にはね、メンテするんだったらうちは3時間必要ですとかいうアホがアホがいるんですけど、まあアホがって言ってますけど、本当にね一人でね喋るってね大変なんですよね。もう本当やってみると分かるんですけど、まあ、10分話すのも本当精一杯で、今日どれぐらい話せるか分からないですけど、まあまずはねこう慣れるまでね、まあ、多分やってれば少し慣れてくるのかなと思うので、慣れるまではねひたすらちょっとね、まあできるだけ高頻度でねやっていけたらと思いますんで、まあもしお暇な方はお付き合いいただけると嬉しいです。でもね1時間やれとかね、もう無茶ぶりしてくる人とか、もう3時間とかもうとんでもないことを言うアホがねいるんですけども、そんなこと言いながらもそのコメントを書いてくれてるのはいつもねインスタグラムで仲良くしてくれてるもう一面なんですけど、いやもうなんだかんだ言ってねそういうコメントをしていただいてね、まあ、嬉しいですよ。本当にありがとうございます。いつもねもうその人たちのことをね、まあ、思い浮かべながら話してねいけば、まあ、ちょっとなんていうんですかね、かしこまった感じじゃなくフランクな感じでやれるんじゃないかなと思って、まあ、もしかしたらねおめえ慣れ慣れしいよって思う人もいるかもしれないですけど、まあ、その辺はねちょっとこういろいろ考えそういうことを考えながらやっちゃうと堅苦しい感じのね喋りになってしまうと思うので、まあ、その辺はねご容赦いただけると嬉しいです。中にはね本当にもうねちゃんと聞いていただいてね、またやってくださいっていう優しいコメントもねもういただいたりとかして、もう好き、もう大好きです。もう本当にもうねそういうコメントはもうねバシバシ書いてほしいですね。本当にねそれがもう僕の原動力になりますから、ねぜひねもうなんかね、できるだけいい感想を書いていただいて、できればグッドボタンと間違えてバッドボタンを押すのはやめてもらえると、ちゃんとねグッドボタンをね押していただけると本当に嬉しいです。はい、というわけで早速第2回目の、まあ、早速って結構長く話したかな、オープニングだけでも。で今回のテーマはですね、カナヘビの飼い方についてちょっとお話ししていきたいかなと思います。まあ、カナヘビですね、僕も飼ってました。飼ってましたっていうのも、まあ、動画でもね YouTube で上げてますけど、僕2匹飼育してたんですけど、2匹ともですねもう少し前にですね亡くなってしまいました。まあ、その原因が、まあ、おそらく、まあ、クル病なんじゃないかと。まあ、本当にね目とか開かなくなっちゃって、もう餌を食べなくなってもうぐったりしちゃって、どん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 衰弱していってしまって最終的に亡くなってしまうと。まあ、最初の頃はね元気に飼えてて、まあ、餌もよく食べてたんですけど、本当に突然そういう症状が出てきたらもう本当にあとはもうねどん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 弱っていくだけで、見てても本当にちょっと辛かったんですけど、まあ、それで僕もそんな失敗をねする人が少しでも減ればいいなっていうことで、カナヘビがね亡くなった原因を僕なりに考えて、まあ、こういうことしておけばよかったなっていうことを、まあ、アップさせてもらったりとかしてるんですけど、本当にそれをあげるにあたって、あと僕が飼う時にね勉強するのも
あって、 YouTube でもねカナヘビの飼い方とか上げてる人たくさんいるので、まあ、見ていろいろ参考にさせてもらいながら、まあ、自分なりにね飼い方も気をつけて飼育してたんですけど、本当にカナヘビの飼い方の動画っていうのはたくさん出てますね。でやっぱり実際再生数とか見てもねすごい再生されている動画たくさんあるので、やっぱりその、まあ、おそらくですけどお子さんがね捕まえてきて、じゃあカナヘビじゃ飼うってなった時にどうやって飼ったらいいんだっていうね、まあ、そういう疑問にぶつかって多分 YouTube とかでね飼い方を検索したりとかしてる人はやっぱり多いんだろうなって思うんですよね。まあ、本当にカナヘビに限らずですけど、まあ、日本の爬虫類、まあ、もちろんね日本の爬虫類だからタダでね捕まえたりもできますし、まあ、もし売っててもすごい安い値段でね、まあ、特にアカハライモリとかもそうですけど、まあ、捕まえたね多分捕獲した個体がだと思うんですけど、すごく安くね出回ったりとかしてますよね。で実際飼ってる人も、まあ、飼ってるというか、まあ、飼ったことがあるとかね、そういう人は本当にたくさんいるんだと思うんですよね。だけど意外と本当に天寿を全うするようなね長期飼育をしてるっていう人はいるんだと思うんですけど、なかなかそういう人が例えばねカナヘビどれぐらいだろう、5、6年なのかな寿命が、まあ、10年とかももしかしたら生きるのかもしれないですけど、でもそういうね5、6年とか10年飼ってますよっていう人の話ってなかなか聞けなくて、まあ、今現在進行形ね、まあ、1年とか、まあ、数ヶ月とか僕もそうでしたけど、まあ、こんな感じで飼って今あんとこやってますよみたいなね動画は結構上がってくるとは思うんですけど、なかなかこの飼い方で、ね、5、6年もしくは10年カナヘビを飼いましたみたいなね情報っていうのはなかなか出てこないんですよね。でいて専門書みたいのもないじゃないですか。ね、なんかレオパとかはねレオパの教科書とかねそういうのも出たりとかしますけど、意外とこう僕たちに一番身近な日本の爬虫類の飼い方っていうのは意外とね情報がない。でも必死に調べてもやっぱりねこう、まあ、今模索しながら皆さんね僕も含め飼育してると思うんですけど、まあ、そういう人が今はこんな感じでやってますよっていう飼育の情報がメインになって、まあ、このやり方でやればねおおむね天寿を全うできるんじゃないかっていう飼い方はもう実際だから確立されきってないっていうのがまあ事実なのかなとは思うんですよね。まあ、アマガエルとか日本トカゲとかねそういうのもそうですよね。なかなかだからそれがなんていうんですか簡単なね飼育の始め方みたいのは書いてあったりとかねレイアウトとか書いてあるんだけど、その辺っていうのはまあ結局もう正直ね確立されきってないっていうのが正直なところなのかなと僕の感想としてはね思います。だからまあ今ねそういう動画を上げてくれてる方ですよね、カナヘビの飼い方とか、まあ、そういう方がこれから先ねもう5年とか経ってもそれでうまくいってるっていう飼い方がこれからどんどんね結果がついてきたら、まあ、その飼い方をある程度ね参考にしてやっていけばやっとカナヘビの飼い方みたいのがね、まあ、確立されてくるのかななんて思ったりとかしています。なのでね、まあ、今も僕も結構いろんな人が挙げたカナヘビの飼い方とかねもう一回、まあ、今は飼ってないですけど、まあ、勉強のために見たりとかねするんですけど、まあ、結構ね本当皆さん上手に飼われてるんですけど1年とかね1年半とかだけど結構言うこととか思ってることっていうのは結構皆さんね違って、だからやっぱり確実な正解っていうのはまあないんだろうなとは思うんですよね。やっぱ紫外線の要求量とかも、まあ、そんなにいらないんじゃないのっていう人もいれば、カナヘビは紫外線の要求量は結構強いっていう人もいますし、UV ライト紫外線灯は使ってないよっていう人もいたりとかしますし、やっぱり紫外線はね必要だよねっていう人ももちろんいますよね。で僕なんかもこの間上げた動画で言ってるんですけど、まあその UV ライトっていうのもちろん使ってたんですけど、まあ、100と150ってね150の方がまあ紫外線が強いライトなんだけど、僕は多分 YouTube で多分飼ってる人がね100を使ってたので100を使ってたんですよね。だけどそれでクル病になってしまったので、だからやっぱり僕次ねこうカナビもし飼うとしたら次は150がいいかなと思ってねそれをね皆さんに紹介したりとかしたんですけど、逆になんかね僕が、まあ、大好きで見てる YouTuber さんなんか150使ってたけど
そんなにね150もなくてもいいよっていうことを言われたので、改めてねその紫外線灯を交換するときに100にね逆に弱く変えてたりとかしたりもして、まあでもその方なんかはね定期的にあの太陽光でね日光浴させてるので、まあそれでもね太陽光にやっぱ当てるのが一番だとは思うので、まあそれがそれでもね問題なく変えるのかなと思ったりもしたんですよね。だけど逆にですね、紫外線灯をつけといて逆に太陽光ね日光浴させると逆に急激にねあのケージ内の温度が上がっちゃうから弱っちゃうから良くないよっていう言い方をしてる人もいるんですよね。まあ、実際やっぱり長時間ねすごい太陽光がガンガン当たるところに置いておくと、まあ、やっぱり温度が上がりすぎちゃって死んでしまうっていうことはねあるので、自然界だったらね暑すぎたら涼しいところに逃げれるとは思うんですけど、まあ、ケージ内だとねケージ全部が温まってしまうともう逃げ場がないですから、そのままね熱中症みたいな感じでやっぱり死んでしまうってことはもちろん考えられるので、ただやっぱり僕の買ってみた感想としては、まあ、太陽光に当てれるんだったら短時間でもねあのちゃんとねそのすぐ太陽光当てたら元の場所に戻すっていうことを前提で、やっぱ忘れちゃったりとかすると本当にもう致命的になってしまうので、まあ、短時間でもやっぱ太陽光に当てることはやっぱ有効なのかなって僕の感想としては思いますね。買ってみた感想としては。で逆に紫外線灯をねつけないでも上手に1年以上飼ってるよっていう僕の大好きな YouTuber の人なんかは、もう餌なんかもねミルアームずっと上げてると良くないとかね言われたりもするんですけど、僕もそれをまあ聞いて、まあ、できるだけコオロギにカルシウムパウダーとかつけたりとかして、たまにミルワームみたいな感じであげてたんですけども、その方なんかはミルワームメインでほとんどあげてて、その代わりミルワームに、まあ、ビタミン D3 とかカルシウムが入った亀の餌をしっかり食べさせて、まあまあ、ガットローディングみたいな考え方だと思いますけど、まあ、そのミルワームを食べればカナヘビもカルシウムも D3 も取れるからあの吸収できるから紫外線とそんなにね紫外線を当てなくても大丈夫なんじゃないかっていう、でまあ実際ね1年以上飼ってるから僕よりはね長く飼ってるので、ああそうかって思ったりもしたんですけど、まあ、この辺で本当にね皆さん言ってることが違って、でも上手にそれぞれ飼ってて本当に答えがねなかなかわからないんですよね。やっぱりね飼い方はまあ人それぞれで、まあ実際のところねまあ絶対これは違うよなっていうね、もちろん飼い方はあるとは思うんですけど、明らかにこれはかわいそうだろうっていうね死んじゃうだろうっていうのはあると思うんですけど、本当紫外線にしても餌にしても、まあ、本当飼い方は人それぞれで、まあ、正解っていうのはもうないんで、あとはもうその子がもう元気にしてて、でもその結果、ね、5年とか6年とか、まあ、カナヘビが一般的にこれぐらいですよっていう寿命を全うしてるんであれば、まあ、それが一つの正解なのかなと思うんですね。でもやっぱりじゃあその飼い方で飼えば、じゃあ誰しもどのカナヘビも天寿を全うできるかって言ったら、まあ、やっぱりそういう風にはならない、まあ、それはねもう仕方ない部分だと思うんですけど、やっぱ最終的には僕たち飼い主、ね、それぞれが、まあ、自分の子をしっかり観察してもう試行錯誤しながらねもう飼育を始めた以上最後まで責任持って天寿を全うさせようと思ってね、まあ、もちろん中にはね失敗してしまうこと、僕も失敗してしまいましたけど、そうするとやっぱりすごくね責任も感じますしショックを受けるんですけど、でもそれでもその中で、まあ、自分のエゴでね飼育しているので、まあ、長く少しでもね生きてもらえるようにいろいろ考えながらね飼育する、まあ、それがまあ飼い主としてのね責任かなと思いますし、逆にそれが楽しみでもありますよね。爬虫類を飼う、あこんな風にやってたら元気になったとかね、しっかり育つとか長く生きてくれてるっていうね、そういうのもやっぱり爬虫類飼ってるね楽しみなんじゃないかなと思います。まあ、でも本当に今はねこういろんな人が YouTube でも動画を上げてくれるので、すごくいろんな人の飼い方みんなそれぞれ違っても、やっぱりそういういろんな意見を聞いて自分なりに腑に落ちるところとか、こここういう風にもっとなんかどうしようかなって思ってるところのねちょっと参考とかヒントとか答えになることがあるので本当に勉強になりますね。あとはもうその一人の人のことをまあ鵜呑みにするんじゃなくて、でその人が言ってたのに死んじゃったとか責任をね
添加するんじゃなくて、まあ、自分で考えて自分の飼ってる子に、まあ、これはすごくいいんじゃないかって思ったことを、まあ、試行錯誤しながらねやっていくことが大事かなと。で、皆さんがそうやってやっていくことで、まあ、だんだんとね、例えば今でいうところはカナヘビの飼い方みたいなものがある程度ねおぼろげながら形になってくるんじゃないかなと思います。まあね、ちょっと僕2匹ねカナヘビ亡くならせてしまったので、ちょっとねちょっとトラウマ的なところもあるんですけど、やっぱりそういう皆さんのね飼ってるカナヘビの飼い方とか見たりとか、可愛いカナヘビを見てると、まあね、またねぜひねカナヘビの飼育はちょっとチャレンジしたいなとは思いますね。で、なんとかね上手にね飼える飼い方っていうのを自分なりに見つけられたらなと思ったりもします。まあね、もしそれが見つかった時にはですね、またその情報を、まあ、YouTube とかで僕発信してますから、まあ、シェアできたらななんて思います。でもやっぱり失敗っていうのもねシェアできると、同じ失敗をする人がね少ないと思うので、あんまりこうね、まあそういうのは本当にバッドボタンとかつねことも多いと思うんで、あんまりねまあ気は引けるんですけど、でもやっぱりもし失敗してこれはちょっとうまくいかなかったなっていうこととか、これはあんまり良くなかったなっていうこともねシェアしていくのも、他の人が同じ失敗しないためには必要なことなのかなとも最近は思っています。まあ、それで開けたのがね僕のカナヘビの最後の動画なんですけど、まあね嬉しいことにね皆さん見ていただいて、意外とね皆さん心温かくグッドボタンとかもねついてるので、まあね開けてよかったかなと思います。それでなんかね少しでもカナヘビ飼う人がうまくいくんだったらね、僕の失敗もまあ少しはね役に立ったのかなと思えるので、少し心が、まあ、救われるとか、救われるって、まあ、カナヘビの命は救われないんですけど、救われないって日本語おかしいなまあ救われるわけじゃないんですけど、まあ、少しでもね役に立てたならと、少しねもう少ししか言ってねえな、まあ、少しはね役に立てたなら、まあ、本当に良かったなと思います。はい、というわけで今日はどうだろう、結構長く話せたかな、まあ、長く話せた方がいいのかどうかわからないですけど、まあ、メンテのお供っていうぐらいですからね、まあ、少しでもメンテの時間がねの暇つぶしになるぐらいの時間はな、時間はなっちゃうんですね時間はね喋りたいなと思って話してみました。まあ、まだメンテね終わってねえよって、まあ、インスタの一面からは言われそうですけど、まあ、僕の今日のカナヘビの飼い方についてのトークはもう全部引き出しは出し切りましたので、今日はこの辺で終わっていきたいと思います。はい、で、まあ、こちらのねメンテをしながら聞く動画、メンテのお供のコーナーでは、まあ、メンテ中にねながら聞きできるような、まあ、僕の思うこと、爬虫類にできるだけね関係することをお話ししていくコーナーになりますんで、またねまあ、これできるだけ続けてって、まあいろんな話がね一人でも長く少しできるように、まあ、筋トレと同じですよね。毎日続けることによってだんだん慣れてきて、まあ、体力というかね筋力がついてくるみたいな感じで、まあ、僕筋トレしてないですけど、まあ、そういうところもあると思うので、まあ、ちょいちょいね至らないところあると思いますけど、これからも続けていきたいと思いますので、また聞いていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。ではまた次回の動画ですかね、また次回お会いしましょう。バイバイ。